こんにちは、ケアマネミクです。いつもご視聴していただき本当にありがとうございます。今日はですね、ケアマネ試験のミクおすすめ参考書問題集ということでお話ししたいなと思います。県内のね、合格率をまず先にね、見ていただきたいなと思います。去年のね、合格率はすごくね、高かったですね。なんと 23.3%。ミクがね、合格した時は17年度の 21.5% でした。やはりね、近年この何年かは 20% をね、合格率超える時なかなかないので、やはりそういう時が一番狙い目なんじゃないかなと思いますね。それではですね、参考書、ちょっとね、紹介していきたいと思いますけど、ミクはですね、なんといっても小文社、小文社がですね、おすすめなんですね。私はですね、本当に5年間もかかったんで、いろんな参考書を使いましたけれども、自分には一番小文社のね、問題集が合ってました。ちょっとね、出るかなと思いますので、こちらの方見ていただきたいなと思いますけれども、赤のね、ケアマネージャー基本問題集、上巻、介護支援分野。青はね、ケアマネージャー基本問題集、下巻、保健医療分野、福祉サービスということで、こちらをメインにね、勉強してきました。こちらですね、3月からだいたい7月ぐらいまでを、赤と青両方で3回ずつはやりましたね。本当は思ってやったかな ?5回ぐらいやったかな。その後、過去問をね、やったりとか予想問題もしたりするんですけれども、そのお話はね、また今度、ゆっくりしたいと思います。ただね、過去問題集に関しては、小文社じゃないところを使ってましたね。中央法規を使ってましたね、確か。そしてですね、この赤の問題集と青の問題集の補足としてね、ケアマネージャー合格テキスト、これもね、出るかなと思うんですけれども、小文社から出てるものを使いました。これはね、やっぱり覚えなくちゃいけないものとか、結構ね、調べてちょっとわからないこととかね、あったりしたら使ってましたけれども、基本テキストはですね、やはり一冊は必要かなと思いますけれども、9定、いわゆるね、9定と言われているものは必要ないんじゃないかなと私は思います。ただですね、ケアマネになってからは、たまにね、書類を作ったりとかするときに見たりするので、全く必要じゃないかっていうと、持ってる損はないけど、あえて試験のために買う必要はないんじゃないかなと私は思いますね。ですので、こちらのね、赤と青の問題集プラス補足にケアマネージャー合格テキストを補足として使ってたっていう感じですね。ですのでね、このね、障害者の本当の問題集は、私はね、これに出会ってなかったらきっと合格してなかったんじゃないかなと思うほど、優れてると私は思っています。すごく私にはね、多分合ってたんじゃないかなと思うんですね。今後ね、また過去問題集のことや予想問題集のこともお話ししたいと思いますけれども、もしね、この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。